ですけど、一応私は NPO 法人ゆばちばなの理事長をしています長友拓磨と申します。それであのですね、通常ボランティア活動をしてるんですけども、障害者施設とかですね、シニアの集う場所でピアノをですね弾いております。あとストリートピアノで今全国回っておりまして、ちょうど来週から沖縄公演がありましてですね、ちょうど今日その
この方はシニアな方で自己紹介で確か70歳から始めて6年経つとのことでしたが、味合いのある素晴らしい音色でした。